地の最先端から原点までを自由に旅する、高度な専門教育、そして充実したキャリアデザイン。小さな発見や好奇心をしっかりと深めていく。社会のため、そして未来のために、行動する知性、中央大学。岩手の地へようきなすったの。ほれ、どこを見とる？ここじゃよ、ここ。そうそう、わしじゃ。わしは山じゃ。じゃが、ただの山ではないぞ。岩手さんじゃ。なぜ山がしゃべってるかって？それはの、ちと今日は人間に言いたいことがあるんじゃ。みな、わしら山や森、木や動物などの自然を忘れとるんじゃないかと思っての。たまには機械やコンクリートなんぞに囲まれた生活から離れて、わしらのような自然に触れてみるのもよかろうと思うのじゃ。昔々といっても、わしらにはつい最近のことじゃが、この岩手の地をドリームランド、イーハトーブと呼んだ人間がおった。わしら自然を愛してくれた人間の友達じゃ。そう、皆も知っておるじゃろ。宮沢賢治さんじゃ。賢治さんはの、人間の数えで言うと今から100年以上前に生まれて、たった37年でこの世を去った人じゃ。賢治さんの残した詩や童話は皆もよく知っとるじゃろ。今日はの、この岩手の地に100年前に生まれた一人の人間、宮沢賢治さんの描いたわしら大地の姿をゆっくりと見ていってくだされ。賢治さんを紹介するのにうってつけの人間が新花巻駅に到着しなすった。中央大学文学部教授の渡部義則さんじゃ。渡部さんはな、文学作品の舞台となった土地を旅するのがお好きな方でな、今ではわしらともすっかり友達なのじゃよ。
ではこれから渡部さんにイーハトーブを案内していただこうかの。まあ、あの花巻はですね、もうあの賢治の故郷ってこともあって、こう駅そのものがこう賢治のイメージで作られてるんですね。この駅見ていただくと分かるように、こう新幹線というか、あの列車がこう両側から向かい合わせになってですね、真ん中にはこう銀河鉄道のイメージで列車が配されてますね、なんかいろいろなところにその賢治の足跡っていうか、なんかそういうものが残ってるみたいですけれども、獅子踊りのジュースの売るコーナーも獅子踊りの形になってますね、で賢治はその自分の童話の世界をですね、イーハトーブ童話と呼んでるんですね、このイーハトーブ童話のイーハトーブっていうのはエスペラント語をもじって岩手県とのエスペラント語風に表現した言葉ですね。ですからその賢治童話っていうのはその岩手県の風土と非常に密接に結びついてるんです、で今回は、まあ、あまり時間もないもんですから、その岩手県と結びついた作品の中から花巻の西の郊外を舞台とした滑徳山の熊と、岩手山の山麓を舞台にした柏林の夜、老いの森、ざる森、ぬすと森という、こういう3つの作品を中心に回っていきたいと思うんです、ね、あ、そうですか、楽しみですね。最初はあの賢治のイメージを作るためにもうすぐそこに宮沢賢治記念館がありますから、そちらに回っていきたいと思いますけども、あれはどんな、 あれはもう早速我々を歓迎してくれてですね、その賢治のセロ引きの豪州っていう作品のイメージのこう大きな木なんですね。近づいていくとあの音楽が聞こえてきますから、ここは宮沢賢治記念館じゃ。賢治さんのことをよく知るにはまずここを見るのが一番いいじゃろう。生前はいろんな研究をされていて、教育や農業、科学、宗教などなどたくさん展示されておる。たった37年間でよくそれだけのことを成し遂げたもんじゃのう。花巻には賢治さんの足跡がたくさん残っておる。賢治さんが地元の農民たちと作った羅須地人協会もその一つじゃ。この跡地には高村光太郎さんの送った紙碑が建てられておる。この紙碑は光太郎さんが記憶を頼りに書いたもんで、少し間違っておってな、後で直した跡が残っておるんじゃ。花巻農業高校には羅須地人協会の建物が残されておる。立派な建物じゃろう。元は宮沢家の別荘だったのじゃが、先の跡地から移転させたものじゃ。ここに賢治さんが暮らし、農民たちにいろいろ教えておったのじゃ。また病気であった妹のトシさんを看病した家でもあるのじゃよ。盛岡の岩手大学には賢治さんが在学しておった頃の建物が今も残っていて、農業教育資料館として誰でも見ることができるようになっておる。このほかにもまだまだたくさん見てもらいたいところがあるんじゃが、たくさんありすぎて
紹介しきれんわい。あとは皆さん自身の足で見て回ってくだされ。ここが僕がイーハトブ銀座という剣士童話の作品の舞台がもうたくさんこう散りばめられているところなんですね。で、まあ、手始めにちょっと右手の方からご説明しますと、この右手のこう山がずっとこう南に下っているところが、まあ、僕は西根山とこう仮に呼んでるんですね。賢治が四魂染めについてっていう作品の中で、山男は西根山に住んでいるって設定されていて、はい、その山男が盛岡の人々にこう四魂染めの染め方を教えに行くんですね、はい、で教え終わった後、帰りはあそこの七つ森をまたいで自分の住んでいる西根山に帰るっていうふうに書いてあるんですけど、やはりまあ虚構の作品ですけども、山男がこの辺に住んでいたというふうに考えられます、うんうん、それから七つ森の向こうの山、ちょっと雲がかかってますけども、はい、毒ヶ森とか南昇山とかいう山があの中に含まれまして、やはりこう歌に読まれたり作品に読まれたり、さらにこう西の方に行きますと、あの三角形の山があそこにありますね、はい、あの三角形の山は飯岡山って言うんですけども、やはり詩や歌に読まれてる山ですね、はい、でその手前に茶色いこうあの建物が見えますけど、はいはい、見えますね、あれが小岩の牛乳工場なんですね、まあ、その左手のちょっとした膨らみが老いの森に当たるんですね。あ、なるほど。いわゆる老いの森、ざる森、ぬすと森の中心となる山ですけどね、はい、その手前の乳母屋敷というあそこの集落がこうヒントになってるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、でさらに左にずっとこう辿っていきますと、最終的にはこう沼森という柏林の夜という作品の舞台になって、うん、そんな風にまだこう言い切れないんですけども、うん、この一望のもとにですね、見渡せる風景の中に賢治作品がもう散りばめられてるんですね。あ、ですから僕はこの辺りを賢治童話のイーハトブ童話のイーハトブ銀座なんて呼び方をですね、勝手にやってるんですけどもね、うん、ではこれから人間と自然との関係を描いた賢治さんの作品を渡部さんにお話ししていただこうかの。これ小岩井農場の牛乳工場ということで、バターとかそういうものを作ってるところですよね、はい、でその裏側にあるのが老いの森ということになると思うんですけども、はい、まあ、宮沢賢治の作品の中でも特にこう岩手の風土とうまく結び合った老いの森、ざる森、ぬすと森っていう作品の今舞台に立ってるんですけども、小岩農場の北にこう町の方から農民たちがこう開拓に入ってきますね。で、まあ、開拓をしに来たんですけども、こう黙って勝手にこう自然の中に入り込んで開拓をするんじゃなくて、こういう周りの山々たちに呼びかけてですね、あの許しを得て開拓します。おい、ここの土地を使っていいかとか、木を切っていいかとか、はい、あの許しを呼びかけて、いいぞというふうに許されて開拓を始めるんですね。うん、そういうふうにして農民たちはこうこう開拓始めて、それでこうだん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 こう収穫が増えたり、子どもたちが増えたり、馬が増えたりですね、うん、するんですけれども、その何ていうかな、自然の恵み、自然はその森たちは北風を防いだりですね、いろいろとこう人間たちを助けてくれてるのに、農民たちはそれを忘れて、もう自分たちの努力だけでこう収穫が増えたみたいに思い込んじゃうんですね、はいはい、でそういう時にこうある秋にこの子どもたちがいなくなっちゃうんですね。それでどこ行ったんだろうと、まず近いこのここに見えます老いの森に探しに行くんですね、結局農民たちがこう自然の恵みを受けてるってことを忘れてのいた時に、こう老いの森や周りの自然たちが、お前たち何か俺たちの恵みを忘れてんじゃないのってこうちょっとこう気を引くようにしていたずらをするんですね、それによって、あ、自分たちはこう自然の恵みを受けてるんだなって気づいて、こうお礼に泡餅を捧げるんですね、はい、でそういうことがこう3度重なって、この
老いの森の後ろにザル森ってのがあるんですけども、はい、その今度は 2回目にはこうザル森が農民たちの道具を隠しちゃうんですね、はい、でまた農民たちはしまったお礼するの忘れたって気づいてあの青餅を捧げると。それからあの3番目にはヌスト森ってのはさらにこの北の方にあるんですけども、そのヌスト森が収穫したこう泡を隠しちゃうんですね、うん、でまた忘れてたってことで、あのヌスト森にも泡餅をやり、また周りのこういう老いの森やザル森にも泡餅をやって、まあ、そういったことが3度ほど繰り返されるんですけども、その後は自然あの農民たちも毎年自然の恵みを受けて自分たちが収穫を得てるんだ、うん、自分たちは生きてるんだってことに気づいて、毎年毎年こう自然に対してこうお礼の気持ちっていうんですかね、うん、それとしてこう青餅を捧げるようになった。まあ、この話は多分秋の収穫祭なんかとも結びついていく、そういう話だと思うんですけども、まあそんな風にして人間と自然、農民と自然がこうまい具合にこう交流している、共存共栄している、そういうこうのどかな話っていうのがこう老いの森ザル森ヌスト森なんだね。あの物語で出てくる例えば狼、老いのことですね、はい、あの狼なんていうのも、あるいは山男が出てきたりしますけれども、はいはい、あれがやっぱり自然の代表という形になるわけですね。そうですね、うん、まあ、森だけだと森っていうのもこう山って意味なんですけどね、あの岩手地方では森っていうのは山っていう気持ちを持ってるんですけど、でその中にまた狼や山男や、うん、そういうものがこう自然を象徴してるってことなんですよね、うん。このお話はな、少し困ってしまうお話じゃよ。いや、ひどい雨になっちゃいましたけれども、あのやっぱり自然となんか人間が戦ってるような雰囲気になってしまいましたね。そうですね、ええ、まあ、柏林の舞台の沼森に来たわけですけども、その今までこう自然とこう人間っていうのをこう注意してきてるわけですけども、この自然と人間がうまくこう噛み合ってないっていうんですかね、で具体的に申しますと、政策という農民は柏の木を切ってですね、まあ、それを生活の糧の一部にしてるんですけども、でそういった中で柏の林に出かけてたわけなんで、林の方、あの柏の方は非常にこう喧嘩腰で狩りを迎えるわけですね、それでその政策の方はそのなぜ自分が喧嘩を売られるのか分かんない、その政策は山主の藤助にお酒をお礼にやってるわけなんですね、はい、でも柏から言うと柏の木にお礼をしないで、うん、山主の藤助にお礼をしてるってことで怒ってるわけですね。ともかく自分たちを切って殺して、それで生活の糧にしてるのに、全然自分たちその自然に対してこうありがたいっていう気持ちですかね、あのお礼の気持ちを持ってない、それから申し訳ないっていう気持ちを持ってないんですね、そういうことで柏たちが怒ってるんです。それで柏の大王が言うことには、その俺にもお酒、俺たちにもお酒をお礼によこせって言うんですね、ですけども政策はもうあくまでも山主にやるからもういいんだってこう拒否してしまう、そうですね、そのところからなかなかこう関係がうまく成り立たない、ですけども、ただ一縷の望みっていうのは、その柏の木の大王は俺たちにも酒をよこせって言ってるわけですよね、その辺が何かその政策と柏の木、まあ、自然、人間と自然とがですね、仲良くなるこう何ていうかな、予感みたいのを感じさせて終わってるという、ちょっと不思議な、まあ、対立のまま終わるんですけども、ただこのあと仲良くなりそうだな、その仲良くなるきっかけっていうのは、政策が自然柏の木に対してありがとうっていう気持ちと、すまないなって気持ちと両方持ち出せばですね、あの仲良くなれそうだな、そういう、こう予感みたいなのを感じさせて終わってるって作品なんですね。そういう柏林の夜っていうのは、この沼森の周りの、今はもうあの牧草地になっちゃってるんですけども、昔は柏の木がたくさん生えてたんですよね。まあ、そういう中で展開されてるんですけど、なめとこ山の熊はわしも大好きなお話じゃ。熊はわしら自然の代表なのじゃ。先生、
せっかくの、なめとも山ですけど、ちょっと雨になって、残念ですけども、ようやく少し向こうの方に見えるようにそうです、ねなってきましたけどね。この子豊かな、今ウグイスが鳴いているこういう自然の中ですね、熊取名人、なめとも山の熊の主人公の小十郎が歩き回って次から次へとこう熊を殺してたんですね、でその風に熊取の名人だったんですけれども、熊たちはその小十郎を好きだったって言ってるんですよね、不思議なことなんですけども、なぜ好きだったかっていうと、その他の人間たちみたいにこう無差別にというんですかね、欲望の文句ままにどん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 片っ端から熊を殺すんじゃなくて、生活のために仕方なしに最小限の熊を殺してたんですね、しかも殺しながら申し訳ないそういう思いを常に抱いてましたし、それからその熊のおかげで自分が生活してるんだという、ありがとう、そういう感謝の思いも抱いてたんですね、そういう小十郎の申し訳ないって思いとありがとうって思いが熊にも通じて、熊の言葉もこう理解できるようになりますし、熊の親子がこう拳の花を見ながら喋ってるそういう姿も感じ取ることができたわけですね、そうですね。これ鉛温泉と小十郎の関係というのはどういうふうな形になりますか。まあ、小十郎はあちこち歩き回ってるわけですけども、小十郎の生活圏の一つですね、いろんな地名が出てくるんですけども、かなりの人が知っているのがこの鉛温泉ですよね。で小十郎の取ったその熊の生き肝っていうんですか、その肝を作った熊の岩、ここの鉛温泉で売っているっていう設定になってますね、そういう意味では彼の生活圏の中の一つのこう他の人との接点という、そういう場所でもありますね。山ととは全然違う人間の世界との接点という形になるわけですね。でこの川のこう上流の方に大空の滝があって、その辺に熊が多いという、そういうあの川ですかね、この川も。あの辺りが白沢になるわけですか。そうですね、賢治がいた頃はこのダムはもちろんありませんから、この水が完全になくてもっと深い谷だったんですよね、でこう白沢という有名な沢なんですけども、この沢の奥がなめとも山の熊の最後の舞台になってるんですね、小十郎が熊を撃とうとしたらば相手の熊が小十郎を殺してしまうと、そういう場面なんですけども、この沢をずっと登っていって奥の右手にこうかなりなたらかな尾根があるんですけど、その尾根の上に熊たちは小十郎の死体を安置してですね、3日間ぐらいこう取り囲んでこう守ってるんですよね、そんな風に熊を殺し続けてきた小十郎なんですけども、最後熊に殺されて、しかもこう熊がこう小十郎を守ってくれるって形で書かれてるんで、いかに小十郎は熊に愛されていたかっていうことがこういう最後の場面でも分かりますね。しかも小十郎の方もその熊に殺されたのに顔には微笑みが称えられていたっていうんですか ね、その辺が非常にこう暗示的ですけどね。岩手を舞台にした柏林の夜、老いの森、ざる森の外森、それからなめとも山の熊とこう歩いてきたんですけれども、柏林の夜においてはこう対立の関係にあった人間と自然とがですね、このなめとも山の熊においてこううまく対立の関係が解決されたっていうんですかね、小十郎が自然に対して熊に対してありがとうって思いと申し訳ないって思いを持ちながらこう対してたんで、熊たちも小十郎を許してくれ、さらにはこう愛してくれたわけですね、こんな風にこう自然と人間との関係を考えるときに、人間の側が感謝の思い、それから申し訳ない思い、そういうものを持つことによって自然も人間に優しく対してくれるってことはですね、なんか暗示しているような感じがします。でこれはこのままこう人間と自然との関係だけじゃなくて、人間同士もですね、やはりこうお互いにこう社会的存在で一個では生きられないわけですから、その相手に感謝の思いを持ち、また相手に対して時々迷惑をかけてるって申し訳ないって思いを持ちながらですね、こう対してると人間同士も
うまく仲良くやっていけるんじゃないか、うん、そんなことも暗示しているように感じてしまいますけどね。本当にこんな豊かな自然の中にいると、なんか憎しみの気持ちなんかも消え去っていくって、そんな風に感じてしまいますよね。そうですね、素晴らしい自然の中ですからね、うん、賢治の思いというのはそういうところに、伝わっているんでしょうね。